ベーラ・グッドマンは、ハンガリーの元サッカー選手、サッカー指導者。グッドマンは1920年代初頭に、MTK の中心選手の一人として、1920年、1921年のリーグ連覇に貢献した。しかし、ホルティミクローシュ政権の反ユダヤ主義から逃れるため、オーストリアへ移住し、ユダヤ人のクラブ SC ハコアウィーニへ移籍。 1925年にリーグ制覇に貢献した。1926年4月にハコア・ウィーンがアメリカ合衆国遠征を行い好評を博すと、グッドマンは数人のチームメイトと共に米国に泊まり、1932年に現役を引退するまで同国でプレーを続けた。ハンガリー代表としては1921年6月5日のドイツ戦で代表デビューを飾り、 1924年のパリオリンピックに出場するなど1921年から1924年の間に国際 A マッチ4試合に出場した。グッドマンは1932年にヨーロッパへと戻り指導者の道へ進む。オーストリア、オランダとハンガリーのクラブの監督を務め。 ウイペシト FC 時代の1938から39シーズンにハンガリーリーグとミトローパカップ制覇に導き最初の成功を収めた。しかし、第二次世界大戦が勃発すると経歴は中断され、自身もスイスへ亡命した。戦後、再び監督業を始めると AC ミラン、サンパウロ FC、FC ポルト、SL ベンフィカ、 C.A. ペニャロールをはじめとした世界10カ国の異なるクラブで監督を務めた。また、ブコビ・マールトンやシェベシュング・スターブと共に4から2から4システムを生み出した指導者としても知られた。ベンフィカ時代の1961年と1962年の UEFA チャンピオンズカップで連覇を成し遂げた。反面、歯に衣を着せぬ言動や自信化な態度からトラブルが絶えず、 一つのクラブに長期間止まることはなかった。また AC ミランや SL ベンフィカ時代には成功を収めたことで多額の報酬を要求したが、クラブ側と折り合いがつかず対談をしている。1981年8月28日に死去、81歳没。ありがとうございます。